様こんにちは。元オレンレピオミニディーラーネットワークミニ千葉北でございます。本日は4月22日にリリースされたばかりの特別仕様車ミニクロスオーバーコーンウォールエディションをご案内させていただきます。果たしてどのような魅力を持つミニなのか、その詳細をじっくり解説していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まずはミニクロスオーバーのポジショニングなどをお話しいたしましょう。ミニクロスオーバーはミニ初の SUV として2011年にデビューしました。ステーションワゴンのクラブマンより一回り大きいボディを持ち、ミニ初のディーゼルモデルをラインナップの中核に据えるなど、より実用的なミニクロスオーバーのリリースはミニブランドとしても新しいカテゴリーへの挑戦だったと言えるでしょう。この初代クロスオーバーは世界中で大ヒットを記録し、新しい道を切り開いたのです。そして他のスタンダードモデルとは一味違うスタイリングと特徴が与えられた2代目ミニクロスオーバーは2017年2月に販売が開始され、初代と同様に好調なセールスを記録しております。さて今回リリースされたコーンウォールエディションは、その名が示すようにサーフィンをイメージして仕立てられたサーファー仕様の限定車です。サブネームにつくコーンウォールとは、700キロにも及ぶイギリス最大の海岸線を有する州の名で、そこには美しい港町やビーチ、そしてニューキーをはじめとするヨーロッパ屈指のサーフスポットが点在しており、良い波を求めてイギリス中からサーファーが集まってきます。コーンウォールエディションはクロスオーバーのクーパー D およびクーパー D オール4をベースに、ビーチに似合うデザインアクセントや実用的な装備を充実させたモデルとお考えください。まずはエクステリアからチェックしていきましょう。ボディサイズは全長 4315mm、 全幅 1820mm、 全高 1595mm。 ミニクロスオーバーはミニラインナップの中にあって最も大きいボディを持ちますが、 SUV としてはコンパクトでスタイリッシュなデザイン、都市部を軽快に駆け抜けるフットワーク、またあらゆる路面状況に対応するドライバビリティをアドバンテージポイントとしています。同じようなボリューム感を持つコンパクト SUV はメルセデス・ベンツ GLA やアウディ Q3 などになります。コーンウォールエディションには海をモチーフにした専用のデザインのサイドスカットル、精悍で上質な印象を与える18インチのピンスポークブラックアルミホイール、ブラックルーフとハイグロスブラックルーフレール、ブラックのミラーキャップ、アダプティブ LED ヘッドライト、LED デイライトリングなどが備わり、サーフマインドを刺激します。オプションとしてルーフレールに取り付けるベースサポートとサーフボードホルダーもご用意しております。インテリアを見てみましょう。室内は上質でスタイリッシュなミニの世界が広がります。クロス、レザーレッド、またブラックパール、カーボンブラックの専用スポーツシートがとてもスポーティーです。後席をご覧ください。ミニクロスオーバーはミニ3ドアに比べスペースにかなりゆとりがあるのがお分かりいただけると思います。さらに40対20対40の分割可動式リアシートバックレストを採用していますので、1メートル80センチくらいまでのサーフボードなら余裕を持って中積みできます。またラゲッジルームは最大で1390リッターの容量を持ちます。この実用性はお仲間と楽しむサーフィンやフィッシング、また家族旅行などの強い味方になるでしょう。荷物の積み込みなどの際、両手が塞がっていてもリアバンパー下部に足をかざすだけでテールゲートを開けられるイージーオープナー機能も備えています。ミニクロスオーバーのクーパー D とクーパー D オール4は共に150馬力を発揮する最新鋭の2リッター直4クリーンディーゼルエンジンを搭載しています。力強く加速し、無粋な振動や騒音もありません。そして
メーカーがアナウンスする燃費は、クーパー D がリッターあたり 21.2kg、クーパー D オール4が 21.3kg です。この最新鋭のディーゼルユニットは燃費効率に優れ、高水準の環境性能を持ちます。特に長距離走行の多いサーファーにとって、20kg を超える燃費はとてもありがたいのではないでしょうか。トランスミッションは8速 AT、クーパー D は前輪を、クーパー D オール4は4輪を駆動します。より充実した先進のセーフティー支援システムにも触れておきましょう。ギアビューカメラ、パーキングアシスト、パークディスタンスコントロール、前車接近警告機能などを持つドライビングアシスト、設定した走行速度の範囲内で前車との車間距離を維持しながら車両が停止するまで制御するストップ&ゴー機能付き、アクティブクルーズコントロールなどを装備しています。また iPhone 専用アプリのミニコネクテッドとも連動しています。コーンウォールエディションにはムーンウォークグレーメタリック、ミッドナイトブラックメタリック、ライトホワイトソリッドの3色のボディカラーが用意されております。車両本体価格はクーパー D が470万円、クーパー D オール4が494万円となっております。ミニクロスオーバーコーンウォールエディションの動画カタログをお楽しみいただけましたでしょうか。今新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出できない日々が続いております。この動画をご覧いただいて興味を持たれた方はお気軽に店舗までご連絡ください。